サンズの基地に SHD テックを確認したわよ。もう何週間もあそこに居座って奪った無線送信機で宣伝活動してる。一石二鳥ね。トゥルーサンズの全焼基地を確保して通信を止めろ。ラジオから流れる連中の話にはうんざりだ。片付いたらテックキャッシュを回収しろ。制御盤がついてるはずだ。止めてくれ、エージェント。
通信中継オフライン。現場からの交代機通信はゼロだ。次はテックキャッシュを探せ。片付けてテックキャッシュを回収したんだから、基地によって新しい装備を整えたら。アウトキャストはコンスティテューションキャンプのラジオ塔を使って宣伝放送してる。連中を止めてあの設備を俺たちで活用しよう。騒ぎを起こして上げさせるんだ。
まだあの門に入ってもらう必要がある。アイザックにいい案があるかも。爆発物検知。どうして何でも爆発させたがる。ストレス解消よ。練習を片付けて。再起動しよう。それで接続が切れる。さあ、何かラジオっぽいのを受信できるかな。できてないぞ。電源を調べてくれ。ダメだ、妨害装置を使ってるのか。よし、繋がった。はっきり聞こえてるぞ。エージェント、悪いけどまだ終わりじゃない。そっちに敵が向かってる。もう少し持ちこたえてくれ。キャンパスが援軍を向かわせた。動員がもうすぐ到着するわ。
あとは任せろ。よしみんな、ラジオ塔を確保して回収できるものは全てキャンパスに運ぶんだ。材料が思ってたよりたくさんあるな。作業場を作るには十分だ。もう大丈夫そうだな。コンステチューション通りノースウエストにある医療キャンプの近くでハイエナが市民に発砲してる。助けに行け。医療キャンプのそばでハイエナが市民に発砲してる。現場に行って援護してくれ、エージェント。部品がいる。キャンプのどこかにあるはずよ。このタレットを直さなかったらここを守るなんて無理な話だ。武器の部品を検知。何でも持っていくといい。機器を検知。携帯電子機器を検知。エージェントが応援を要請中。
に残りなし。この辺にもっと部品があるはずだ。武器の部品を検知。エリアに残りなし。それだけのはずがない。探し続けるんだ。武器の部品を検知。もう一度調べてからタレットのところへ戻れ。
残りなし。よし、さあ部品を届けるんだ。手遅れになる前にこれを直すだけ。修理するから敵を抑えて。SHD テックキャッシュを回収するドローンがハイエナにやられた。回収できないか現場を見てきてくれ。ナショナルモールから SHD テックキャッシュを回収しようとしたけど、ドローンがやられた。どうしても入手したいの。物資を検知しました。
女が奪ったに違いない。どうかな、死体が2体ある。市民軍に見えるけど。気をつけてエージェント、前方にハイエナがいる。できることは何もない。先へ進んで。
遺体を回収するチームを派遣しよう。ちゃんと埋葬してあげたい。ケルト、割り込んで悪いけど、ここに行くまで敵の動きがあったみたい。ハイエナの奴ら、SHD テックキャッシュに気づかなかったのね。激しくなるわよ。
収チームを要請した。キャッシュをホワイトハウスに持ち帰って装備を強化できる。